皆さんこんにちは、ドレイクです。スーパーでアメリカの弁当を買ってきました。今お昼ご飯に食べたいと思いますね。それはこちらです。 Lunchables Nacho Cheese Dip and Salsa の紹介です。アメリカの弁当ですけど、食べ物はメキシコの食べ物ですね。トルティアチップスのディッピングの食べ物ですね。お昼ご飯というかおやつになりますね。値段は2ドル59セントぐらいでした。日本円で270円ぐらいですね。この箱に入ってくるのはナチョチーズのディップとソルサ、そしてトルティアチップスが入ってきます。で、飲み物にカプリサン、デザートにキットカットがきます。クラフトナチョチーズディップ、ソルサ、トルティアチップス、カプリサン、フルーツパンチ、キッカットキャンディが入ってきます。全部で500カロリーです。後ろにはなんかダウンロードのゲームとかそういうのがありますね。こういうちっちゃいのに入ってくるんですね。上にチーズ、ソルサがあります。で、キットカットはこの下にありますね。チーズ、ソルサ、そしてトルティアチップス。チーズから食べたいと思います。いただきます。美味しいですね。これトルティアチップスのサクサク感が結構好きです。で、チーズのね、とろけたのがね、いいですね。チーズにもちょっとしたスパイス感があって、ピリ辛がね、あって結構いいです。ピリ辛がついたチーズ結構好きなので楽しめますね。まあ20代ですけど。じゃあ続いてはサルサ、いただきます。サルサも結構いいです。こちらにもちょっとした辛みがあって美味しいですね。チーズとサルサをミックスして食べたいと思います。いい組み合わせですね。キットカットを食べたいと思います。キットカット大好きです。あとカプリサ、カプリサのフルーツパンチ美味しいですね。一番好きな味ですね。カプリサの中ですっきりさっぱりなフルーツパンチです。アメリカでは濃いフルーツパンチが多いんですね。でもカプリサのフルーツパンチはちょっと薄めでちょうどいい味になってます。こちら結構美味しかったので100点をあげますね。お昼で食べるのはそんなに良くないですけど、スナック的な感じで食べるのがいいですね。あと映画を見てる時とか食べるといいと思いますね。Lunchables Nacho Cheese Dip and Salsa の紹介でした。次の動画をご期待ください。それではじゃあね。